はじめましての方もそうでない方もいらっしゃいますが、長谷川ゆい子です。今日はどうやって私たちが今気候危機、そして格差貧困が広がっている、そして差別も広がっている中で、それを解決するためにどうしていったらいいのかということをお話したいと思っています。京都で COP3 という気候変動に取り組む世界会議が行われました。私はですね、世界会議に16歳、まさにグレタさんと同い年の時に高校生のボランティアとして参加をしました。環境問題と経済が私のテーマだと思って大学院でこれを研究していたわけなんですけれども、その時に起こったのがこの福島原発事故でした。で、私はこれを見てやはりすごく大きな衝撃を受けました。これではいけない、何かしないといけないという思いからデモなんかに参加して、この京都でバイバイ原発というデモを一緒にいろんな人たちと企画して行ったり、 NGO を立ち上げて勉強会を開いたりしました。で、私たちが一番最初に開いた勉強会、龍谷大学で開催させていただいた脱原発と再生可能エネルギーという勉強会だったんですが、ここに自分も勉強したいと言って一人の参加者として駆けつけてくれたのが山本太郎さんだったんです。で、私と山本太郎さんはこれが最初の出会いでした。ということで、もう10年以上の付き合いがあるんですね。山本太郎さんはじめ本当に多くの人が声を上げたこの原発事故だったんですけれども、その次の年ですね、大井原発再稼働の時は首相官邸前に再稼働に反対する人たちが10万人ぐらい集まりました。再稼働するなと、あんな危険なもの再稼働しちゃいけないとみんなで訴えたわけです。大井原発の地元の大井町にもたくさんの人が集まって再稼働を止めようとしていた。私もその時現地にいて、生まれて初めて座り込みというものをして、警察にごぼう抜きというのを初めてされるという経験をしました。でも大井原発は残念ながら再稼働されてしまったわけです。やはり私はこれは政治を変えないと世の中変えられないんだということをつくづく痛感して、2012年の7月緑の党の結成に参加しました。環境問題の世界では緑の党というのはごく一般的に知られていて、ドイツで脱原発の政策を実現したのは連立を組んで与党に入った緑の党だったわけです。私はこれは日本でもこういうものが必要だと思って決戦に参加して、2013年に選挙にチャレンジしたわけですが、議席を得ることはできませんでした。なぜこれほど私たち市民が選挙にチャレンジするのが難しいか、新しい政党が出てくるのが難しいかと言いますとですね、日本の供託金選挙区300万、比例区600万、これは世界ではありえない金額。ドイツで私が日本の供託金は600万ですって訴えたら、みんなドヨドヨドヨって言って、うちの地元やったら家買えるやんとかびっくりしていました。日本はですね、立候補する権利がお金で制限されている、制限選挙だって言える状態だと私は思っています。で、緑の党も苦労したんですが、山本太郎さんももちろん苦労していて、選挙にまつわるお金がね、私たちのやりたいこと、政治にチャレンジしたいということをすごく圧迫している、これが日本の現状だということです。なぜ自民党があんなに悪政ばっかりしてるのに倒れないかというと、やっぱり選挙を制限してるからなんですね。私たちはこれも打ち破っていく必要があると思っています。さて、この選挙の後もですね、私と山本太郎さんは公募でいろんなところで、ご一緒してきました。例えば憲法フェスで一緒に登壇したり、でこの中でですね、私はやはり政治として訴えるには柱となる経済政策が必要だということに、思い至って、立命館大学の松尾忠先生と一緒に積極財政の勉強会をしようと、思っていた矢先、ある方が私たちのところに連絡が来たんですね。自分も勉強したい、それが山本太郎さんだったんですね。よう合うなーっていう感じだったんですが、ということで山本太郎さんと一緒にですね、山本太郎さん自身が講師となって、まだ経済学の勉強してないんですよ。でも先生たちが書いた台本を読んで、それで覚えるとスパルタな勉強会をやりました。この時本当にたくさんの方が参加してくださって、山本太郎さんが講師を務める積極財政勉強会、ここから実は令和新選組の今の経済政策が始まったわけです。私はですね、2019年に父が脳出血で倒れて支援が必要な状態になったので、共同代表を続けることは難しいなということで代表を退任しました。子育てと父 のケアをしながら、もう自分で研究を続けたいということで、グリーンニューディール政策研究会というのを作って研究を続けてきました。そして山本太郎さんにぜひアドバイスをいただきたいというふうに言われて、去年の衆議院選挙では令和新選組の脱原発グリーンニューディールの政策立案にも関わらせていただきました。私がやってきたこのグリーンニューディール政策研究会、大石あきこさんも当選する前からここ のアドバイザーの一人なんですね。一緒にやってきました。この研究会はですね、今問
題になっている気候危機を研究するものなんですが、環境問題とか気候危機っていうと嘘じゃないかとか、生活に余裕のある人がやってるものちゃうかみたいな声が結構多いんです。これは令和新選組の中の人からも結構あるんですが、でもここでそれは違うよということをぜひ言いたいと思います。2018年の西日本大豪雨ですね、大変大きな被害が出ましたよね。本来数百年に一度と言われるぐらいの規模の災害だったわけなんですが、でも研究でこういう規模の災害が起こる確率がものすごく上がっている、正確になら 3.3 倍ぐらい高まっているということが分かっています。これが温暖化の影響なわけです。だから私たちが地球温暖化気候変動と言いますけれども、これに取り組むということは防災の問題なんですね。私たち自身の暮らしと命を守るための防災対策である、この視点が不可欠だと思っています。気候変動を止めるにはどうすればいいかというと、2030年までに炭素排出を半減させて50年までに差し引きゼロにしないといけないというのが世界的な合意なんですけれども、これ無理やんと思わはるかもしれませんが、実は技術的には全然可能。太陽から地球に届くエネルギー、私たち人類が毎年使うエネルギーの何倍ぐらいだと思うでしょうか。実は9000倍もあるんです。つまりこの太陽光、太陽から届くエネルギーを捕まえて利用するのが太陽光発電とか風力発電なわけですね。でもこれ高いんじゃないのっていう言説がすごく広がっていると思うんですが、全く違います。それは事実を踏まえていないデマですね。今や世界の電源別の発電コストですね、どれぐらい高いかというのを見ていただいたらもう一目瞭然ですね。原発が一番高いんです。そして石炭も高い。一番安いのは太陽光や風力になっている。これを阻害してきた、広がらないようにしてきたのが日本政府の政策なんですね。実は福島原発事故後も原発に研究予算の8割をつぎ込んでいるんです。再生可能エネルギーの方に投資してこなかったんですね。つまり私たちは安いエネルギーを使うチャンスを逃しているということでもあるわけです。2050年ネットゼロという、 こう IEA という世界の、ね、エネルギー機関というところの試算では、再生可能エネルギー、脱炭素をしながら再生可能エネルギーは2050年7割になる、化石燃料は2割になる、原子力は1割になるという試算が出ています。ちなみにこの IEA というところは世界のエネルギー確保を目的にした機関なので、どっちかというと割と原発推進の機関だったんですね。そういう機関でも7割は再生可能エネルギーですよということを言っているわけです。でもちろん脱炭素をしながらエネルギーを 100% 再生可能エネルギーで賄うことは全然可能だよというシナリオもいっぱい出ています。これはですね、北欧の方の大学でやった試算ですけれども、これでは 100% 再生可能エネルギーで賄いながら脱炭素をすることは十分に可能だということが出ているわけです。当然ながらエネルギーの消費量を大幅に減らすことが前提です。この間東京電力管内でですね、電力が逼迫して、でここぞとばかりに原発いるわーっていう声が上がったの覚えてはりますでしょうか。あれもバカな意見なんですね。ピークの電力を減らすということは様々なシステムや技術でも十分に可能です。その考え方を節電所ネガワットっていうふうに言うんですけれども、エネルギーというのはですね、この一番ピークの時に合わせて日本というのは発電所をいっぱいいっぱい作ってきた。でも普段使ってないから全く無駄な設備なんですね。じゃあこのピークを鳴らせばいいですよね。そのためのシステムを総称してメガワットっていうんですが、例えば大型の工場に電力が逼迫した時に止めてもらう、大きな家のこのクーラーをしばらくの間だけ止めてもらう、温度がそんなに上がりません、それでもね。そういうことを導入すれば十分に原発は止められるし電力も減らせるわけです。これを大幅に導入してくればよかったんですが、なんとようやくこのメガワットの法案が今入ろうとしてるんですね。原発から事故から11年経った今、この11年間何やってたんっていう感じなんです。日本政府というのは本当に政策を変えないんですね。本当に旧態依然としている。こんなんすぐにできたことなんですが、11年経ってようやくデマンドレスポンスっていうね、これが今入ろうとしているわけなんで、もうもっと早く私たちはこれを変えたかったなと思います。さてもう一つ重要なことがあります。最近物価が上がっている原因はですね、エネルギー価格の高騰です。どうしてエネルギー価格が高騰しているかというと、もちろん様々なウクライナ危機とか様々な海外の事情が要因なわけですね。じゃあどうすればいいかというと、国産の再生可能エネルギーを増やせばそれを回避できるわけです。これを増やすということこそが経済安全保障にもつながる
るということなんです。原発をなくして、そして脱炭素をして再生可能エネルギーを増やしていくということの重要性が分かっていただけたんじゃないでしょうか。これ技術的には可能です。問題は政治的にどう実現するか、そのヒントをグリーンニューディールをカストレの中から紹介したいと思っています。令和新選組も令和ニューディールという政策掲げてますけど、このニューディールというのどんな政策かご存知でしょうか。これは世界大恐慌の時にアメリカのルーズベルト大統領が取った一連の政策のこと、こんなイメージですよね。大規模な財政出動で、大型の公共事業を行って失業した人を雇っていく、そういう政策なんですが、グリーンニューディールはこれをさらに進化したものになっています。一つはですね、大規模投資による産業政策、産業をより持続可能なものへ、人へ優しいものへと変えていく。でもう一つが、そのために新しい経済と政治を作る。そしてそのもう一つの柱が、あらゆる不平等と分断に立ち向かう理念です。大規模投資による産業政策、グリーンニューディールって一体どれぐらいのお金が動くのか。脱炭素の市場規模、これ世界中で4兆ドル、日本円にすると480兆円規模の市場です。マーケットなんですね。日本の GDP が550兆円なので、これいかに大きいか分かっていただけると思います。でちなみに世界中がもう猛烈な勢いでこのマーケットを獲得しようと競争しているんですが、もちろん日本は乗り遅れています。なぜなら原発にこだわってたから。これをですね、どれぐらいの投資を日本でじゃあすれば脱炭素ができるのか試算したのがこのレポート2030というものなんですけれども、これは令和新選組の脱原発グリーンニューディールのですね、数値目標の出典、これが根拠となっています。東北大学の飛鳥樹泉さんを中心に、私たちのグリーンニューディール政策研究会のメンバーも協力して作り上げたものなんですけれども、毎年民間で15兆円、政府が5兆円、合わせて20兆円、そして10年間で200兆円の投資を行って、グリーンな GDP を増やして250万人の雇用を増やす、そういう政策です。でもこれ聞くとですね、皆さんきっとこう思わはると思います。そんな大規模な投資できるの、だって財政危機じゃない、こういう声が聞こえてきそうなんですけれども、そう思った方は新自由主義に毒されています。皆さん新自由主義の3つの柱というと、1つは緊縮財政ですよね。何でも縮小する、政府の役割を縮小していく。でもう一つが民営化、これはですね、政府の劣化を意味するんですね。今回コロナで様々な保険証がパンクしましたけれども、あれは保険証を徹底的に減らしてきたこれまでの政策が大きな原因となっています。まさに新自由主義の民営化がこれをもたらしたとも言えるわけです。そしてもう一つが無駄の削減という名の非正規化や解雇とか人員削減なんですね。人の切り捨てです。これを行ってきたのが新自由主義なんですが、身を切る改革実行中、そう維新の皆さんが主張しているのがまさにこの3つの柱、そして新自由主義なわけですね。維新はまさに新自由主義の権化と言えるような政党なんですけれども、こういうものに任せていては当然ながら不況は続くし、格差と貧困は拡大してしまうということなんですね。さらに言うと気候危機も実はこれは深刻化させているんです。これまでですね、各地域の公共の大切な財産として守られてきたような森林とか池とか自分たちの野山とかをどんどん私有化して破壊し尽くして搾取し尽くすというのが新自由主義化で行われた、自然破壊で、これによって気候危機が深刻化してきたわけです。これを変えるためには新しい経済制度と、そして政治を作るということが不可欠です。ではどのようにしてそれを実現していったらいいのか、アメリカの若者たちが行ってきた運動から学びていきたいと思います。この運動の名前はサンライズムーブメント、これはですね、実は10代20代の若者が中心に始めた運動で、グリーンニューディールを掲げて気候変動対策をしろと、そして自分たちに担保した雇用を与えろというふうに訴えて全米に広がりました。小学生ぐらいから中学生ぐらいの子どもたちもたくさんこの運動に参加していました。でこれを立ち上げた一人がこのバルシニ・プラカシュという南インド系女性で、彼女はですね25歳でサンライズムーブメントを設立しました。ものすごく大きな影響を与えた運動なので、アメリカのタイム誌世界で最も影響力のある100人に選ばれたこともあります。彼女が私が訳したこのグリーンニューディールの編集者なんですね。彼らはどういう運動を行ったのか、どういう戦略で運動を行ったのか、自分たちでデザインした T シャツとかかっこいいようなプラカードとかを作って、それでデモとか抗議運動を行います。でその様子を動画に撮って SNS で発信する、 Facebook とか Twitter とか、まあいろいろ Instagram とかありますけど、それに投稿して反応を返してきた若
者に全員コンタクトを取っていくんです。で、何と言ってコンタクトを取ったか、 SNS でいいねとかリツイートだけしているんじゃダメだ、私たちと一緒に運動してくれと呼びかけたわけです。運動のノウハウとかロゴとかプラカードとか組織作りの方法とかを全部あげるから一緒にやろうよと、自分たちの地域で組織を作ってくれというふうに呼びかけていったわけです。そして実際に全米各地で小規模ながら組織を立ち上げた人たちがどん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 広がって、まさにアメーバのようにこの運動を広げていった。その結果として全米で世界中でグレタさんをはじめ700万人の若者が集まる運動をしましたけれども、アメリカでも本当に数十万人規模のデモをすることに成功するわけです。彼らはですね、もちろんそれだけでは満足しないんですね。それだけでは政治は変わらない、デモだけでは変わらない、だから私たちの一員となって行動するような議員を生み出すんだという次の行動方針を出します。じゃあどんな議員を出していくのか。アメリカは共和党と民主党の二大政党制なんですが、共和党がどっちかというと自民党に近い感じ、民主党っていうのは日本の民主党に近いので、っていう感じなんです。共和党は最初から相手にしないわけです。温暖化回避論者で新自由主義者で差別主義者が多いから、論外ということで最初から捨てる。民主党を応援するというのもまたちょっと違うんですね。まず民主党の議員のところに行って迫るんですね。あなたの気候変動のプランは何ですかと、あるんですか、ちゃんとしたプラン、私たちにグリーンジョブをくれるようなプランあるんですかと、すごく迫るんです。で、その上で彼らに気候制約というものを突きつける。この気候制約というのは、化石燃料産業から献金を受けません、気候政策に全力で取り組みますということを誓わせる誓約書だったんですね。サインしてくれたら全力で応援する、でもサインしなかったらどうなるかというと、対抗馬を立ててくるということをやったわけですね。アメリカはですね、実は党内の予備選挙というものがあって、有力議員であっても予備選挙を経ないと候補者になれないんですね。その予備選挙に自分たちの仲間を立てていくという戦略をやる。そして実際に有力議員で化石燃料企業からいっぱい献金もらっているようなおじさんたちを大量に落としていくということに成功します。じゃあ彼らはこのある意味過激な戦術をどこから学んだのか、どこからか皆さん分かるでしょうか。彼らはこの戦略を極右の草の根運動として知られるティーパーティーから学んだんですね。ティーパーティーという運動はですね、共和党のハト派の議員に対して、彼らから見ると生ぬるい議員に対して極右的な政策を迫って、断ったら対抗馬を立てて落とすという運動を実はやったんですね。だからそれを恐れた共和党の議員はどん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 右にシフトしていく。その結果としてトランプ大統領が誕生したというのがアメリカだったわけです。彼らは若くて柔軟な頭でこうひらめいたわけです。あれ逆にやればいいやんということで、民主党の生ぬるい議員に気候制約を突きつけて、受け入れたら応援するけど断ったら対抗馬立てて落選させてやるっていうばかりに運動をやったわけです。で、実際にそれを成功させていくわけです。組織化しよう、投票しよう、ストライキしよう、彼らはこれをスローガンにして選挙運動に突入。もちろん彼らだけでできたことではないんですね。いろんな労働組合とかブラックライブズマターなどのマイノリティの運動と連携してもちろん行ったわけですけれども、彼らの候補者を当選させることに成功するわけ。その代表的な人たちがこの4人で、全員が女性でマイノリティで若い議員たち、4人組ダスクワンドと呼ばれていますけれども、一番有名なのは最年少議員となったこのアレクサンドリア・オカシオ・コルテス。彼女たちを議会に送り込むことに成功して、ニューディール政策を前に進めることに彼らは成功した。ここで満足すると思ったら大間違い。選挙からわずか1週間後、彼らはですね、ある民主党の重鎮のオフィスを占拠します。なぜなら生ぬるすぎる気候政策を出してきたから、許せんということでオフィスを占拠するわけです。民主党のナンシー・ペロシ下院議長、彼女のオフィスを、占拠して、こんな生ぬるい気候政策出すなっていう風にやったわけなんですが、残念ながらペロシ議長はいなかったんです。その時留守だったんですね。この運動空振りに終わるかなと思われた時に現れたのが、当選したばかりのアレクサンドリア・オカシオ・コルテス議員だ。彼女はですね、自分とこの政党の重鎮に抗議活動を行っている若者たちの前に現れて、あなたたちの提案を受け入れるわというふうに宣言するわけです。つまり党の有力者に真っ向から対抗したわけですね。これは彼女の行動とともにですね、大センセーションを巻き起こすわけです。新人女性議員が党の重鎮に歯向かった。そして彼女はサンライズムーブメントの提案を受け入れて、わずか数ヶ月後にグリーンニューディール決議案を議会に提案したわけです。これによって大議論が巻き起こって、グリーンニューディールはアメリカ中で有名な政策となりました。この決議案は残念ながら否決されたんですけれども、その後民主党の大統領候補、有力候補だったバーニー・サンダースとかエリザベス・ウォーレンという候補者たちが、このグリーンニューディールを自分の公約と掲げ
げて選挙戦を戦いました。そしてサンダースは最終的にバイデンと最後決戦になったわけですけれども、敗退したわけですが、バイデンは敗れたサンダースの派の支持を得るためにグリーンニューディールを名前以外ほぼ受け入れました。そしてバイデンはトランプを破って大統領として就任するわけです。サンライズが、バイデンにどれほど影響を与えたのかというのはですね、この報道を見てもわかると思います。気候変動についてサンライズがバイデンをよりグリーンにしたというふうにアメリカで報道をされました。バイデン大統領は就任後すぐに様々な巨額財政支出を伴うですね、政策を次々と打ち出していきます。特に重要なのが子育て教育気候変動防止に10年間で 3.5 兆ドル385兆円を投資する計画でした。なんでこれほど巨額の財政出動をバイデンはためらうことなくできたのか。それはですね、グリーンニューディールの基盤となる経済政策が2つあったからです。それこそが新しい経済政策。一つはこのニューコンセンサス、新しい合意と呼ばれる理論です。代表的な、論者がこの人、経済学者のマリアナ・マッツカート氏です。彼女はですね、起業家としての国家という著書でですね、イノベーションにおいて国家というのが企業に劣っているというのは嘘だということを証明した人だったんですね。でさらにこういうふうに言っています。シリコンバレーは国家のハイリスク投資の産物、つまり民間のイノベーションの象徴と言われる iPhone ですら、実は最初は国家が投資して開発した技術を使ってできたんだということを彼女が証明したわけなんですね。でこれは新自由主義をまさに民営化神話というものを根底から覆すものであったわけです。外注と民営化が全てをダメにしたとバッサリやっています。で今やですね、彼女はもう世界中の政府からアドバイザーとして引っ張りだこの存在なんですけれども、この何十年間私たちを支配してきたこの新自由主義を打ち破った存在だったわけです。こういう経済学がニューコンセンサスと呼ばれるわけです。彼女はですね、ミッションエコノミーというものを提唱していまして、どういうものかというと、予算がどれだけありそれで何ができるのかではなくて、何をなすべきか、どう予算を組んだらその目的が達成できるのか、作りたい社会の姿から逆算して全てを決める、これこそが必要だし国家こそがそれができるんだということを言っているわけです。その例として出しているのがアポロ計画。これ高等無形だと月なんか行けるわけないわと言われたんですが、これを絶対やり遂げるというふうにミッションとして設定して、民間と政府の力を総動員して実現させたわけなんですね。ケネディ大統領が行ったアポロ計画のように取り組むべきだった、特に気候変動問題と経済問題に取り組むべきだと彼女は言っているわけです。グリーンニューディールこそ政府のミッションだと言っているわけです。でもこう言うとですね、きっと一般にはこう言われますよね。財源はどうするんや、そんないっぱい出したら財政破綻するじゃないかと。でも大丈夫です。もう一つの経済理論があるんです。それこそが反緊縮経済理論です。これこそ令和新選組の経済政策の基盤となっている考え方ですけれども、平たく言うなら、通貨発行権、自分でお金を作り出し、そして変動相場制を取る国は財政破綻やハイパーインフレなんて起こらないという考え方です。例えば皆さん、お金というのはどっから一番最初出てきたか分かりますか？特に皆さんが持ってる紙幣、あれね、まず政府が発行しないと使うことができませんよね。流通もしない。だから最初に財源があるわけじゃなくて、一番最初に政府が発行する、財政出動して世の中にお金を出す、これが先なんです。だから財政支出で世の中にお金が生まれる。そして徴税というのはそれを回収する意味なんです。そして回収されずに残ったお金が一般的に財政赤字とか国債とか呼ばれているものという、この貨幣の仕組みをしっかりと明らかにしたのがこの反緊縮経済理論。そのうちの一つが MMT なんですけれども、もちろんそれだけではないんですね。日本でも有名になったこのステファニー・ケルトン氏を代表とする MMT、 もう一つはですね、ジェレミー・コービンが、党首を務めた頃の労働党のアドバイザーだったサハ・ケインジャーのアンティピフォーも反緊縮派です。でこの 99% のための経済学というのは私と大井さんが一緒に訳した本ですけれども、全ての政策の根底が反緊縮で貫かれています。そしてもう一人がですね、これも私が、翻訳したんですけれども、世界的な経済学者でギリシャの財務大臣だったヤニス・バルファキス氏、彼ももちろん反緊縮経済学者です。これはですね、この黒い箱という本はギリシャが財政危機だった時に EU から支援を受ける代わりに緊縮を受け入れろというふうに迫られたわけですね。で彼はそれに必死に対抗して、それをなんとかやめさせようとヨーロッパ中を飛び回った、なんか山本太郎さんとちょっと似てるんですけれども本当に飛び回ったんですが、結局力で押し負けて、彼の盟友だった首相が膝を屈してしまったために彼は辞任に追い込まれた。でその後どうなったかというと、ギリシャは緊縮策を押し付けられたせいで大量の自殺者が出ました。 GDP も思い切り減りました。そして失業者も思い切り増えて、公衆衛生が悪化してマラリアが流行るというような状況にまで追い詰められたわけです。まさに緊縮は人を殺すということをバルフ
ハッキスは本の中で言っているんですね。人を殺すのは経済政策が人を殺してしまうんだと。だからこそ正しい政策をやらないといけないと言っているわけです。ちなみにですね、この反緊縮経済学派はみんなが、ね、グリーンニューディル派なんですね。アンペティフォーはジェレミー・コービンの政策の中のグリーンニューディル担当ですし、バルファキスも自分の、公約としてグリーンニューディルを掲げています。そしてこのステファニー・ケルトンは先ほどのマッツカートの盟友でもあって、全く同じことを言ってるんですね。グリーンニューディルこそ財政出動でしっかり行うべき政府のミッションだと。さて、これでグリーンニューディル財源的にも大丈夫だということが分かっていただけたんじゃないでしょうか。一つは政府の財政出動で行います。そしてもう一つがですね、さっき出ていた民間の投資という部分なんですが、これもすごく重要です。例えば皆さんの年金基金、あれどこに投資されているかご存知ですか？私たちが預けていたり貯めていたりするお金というのはいろんなところに投資されているんですけれども、私たちがそれをしっかり見ておかないと、望まないような原発とか化石燃料とか、あるいは人権を侵害している途上国でそこの原住民の人たちをね、搾取しているような企業に投資されてしまっていることが結構あるんです。あるいは土地の投機なんかに使われて、都市部のね、土地の値段が上がって普通の人では買えないようなことになってしまっている。このお金の流れを変えるということは、実は私たちにとってすごく重要なことなんですね。このお金の流れをブラックからグリーンに変えていく、人を守るような方向の企業へと変えていく、これをダイベストメントと言います。こういう資金を悪い企業から取り上げる、そういう意味を持っています。世界の年金基金というのはですね、実は4500兆円もあるんですね。ものすごい金額です。この基金を使って私たちの望むような未来に投資していく、これがすごく重要になってきます。さて、ここまでで、グリーンニューディールのいいことばっかり言ってきましたけれども、もちろん悪い部分もあります。大規模で急速な産業構造の転換というのはですね、必ず痛みを伴うものだったんですね。これまでも例えば石炭産業から石油へと中心が移った時に、多くの地域で衰退が起こり、多くの人が失業しました。だからこそ重要なのは、あらゆる不平等と分断に立ち向かう3本目の柱、誰一人取り残さない公正な移行という考え方です。原発をやめるにしてもですね、立地自治体がダメージを被っては、もちろん彼らが反対するのは当然なんですね。経済的に大丈夫なようにして、失業者を出さないようにして移行していくことが必要なんです。そしてそのためには雇用を作ったり、雇用がもう得られない人に対しては給付をしていくということが必ず必要なんですが、このグリーンニューディールの中で作っていくグリーンジョブというのは、あらゆる人に開かれたものでなくてはならないわけです。例えばこの手前の男性、車椅子ですけれども、彼も自分がグリーンジョブを得たいと思って運動に参加していたわけですね。ファンライズムーブメントというのは、あらゆる人種、あらゆる年齢、あらゆる性別の人たちが参加している運動なので、当然全ての差別に反対するということが第一の基本理念でした。そしてもう一つ重要なのが、労働の価値を見直すという視点ですね。グリーンニューディールにはケア労働の賃金を上げるというものが含まれていまして、なぜかというと、ケア労働というのはですね、人手不足で重労働なのに賃金が安い、ずっと問題になってきた分野でした。コロナ禍でそのことが浮き彫りになって、やはり賃金を上げないといけないということになったんですが、なんと岸田首相、どれぐらい上げたか皆さんご存知ですか？9000円なんですよ。足りると思います？ありえませんよね。ということで、ケア労働の賃金を上げる。で、ケア労働というのはですね、低炭素労働でもあるんですね。だからこれから脱炭素をしていく上で、化石燃料産業をなくしていく上で、その受け皿ともなれる産業なわけです。でも賃金が安かったらダメなので、しっかり賃金を上げる、これをグリーンニューディールの大きな柱として入れています。この介護保育の給与10万円アップという政策はそこから来ているわけです。サンライズの若者たちの運動、自分たちで考えたスタイリッシュな運動をネットで公開して、それで仲間を増やしていくという運動でした。で、彼らはですね、グリーンニューディールのために戦おうと立ち上がって、実際に組織化して選挙運動に突入して、自分たちの代弁者となる、自分たちの仲間である議員たちを誕生させていったわけです。その結果として、自分たちのグリーンニューディールを今バイデン大統領のもと実現することに成功しているわけです。なぜそれが可能になったか、それは彼らが目的を達成するためにものすごく危機意識を持って、この目的を掲げてグリーンニューディールで気候危機と格差と貧困、そして差別に絶対に立ち向かうんだという強い目的意識を持っていたこと、危機意識を持っていたこと、そしてそれを支える新しい経済理論、自分たちの目的を邪魔している経済理論を打ち破る新しい経済理論をしっかりと自分たちのものにしていたということです。新しい合意と反緊縮経済理論、これこそまさに山本太郎さんと私たちが一緒に学び、令和新選組の基礎となっていたその経済政策です。令和新選組の何があっても心配
退するなという政策はまさにここから出ているわけです。もちろんこれ実現するの簡単なことではありません。サンライズムーブメントの若者たちもですね、様々な弾圧や逮捕をされたりいろんな経験をしてきました。でも10代20代の若者たちがそれを実現してきたわけです。きっと私たちもそれが実現できると思っています。ネットの共感を現場の運動へとつなげていく、そして運動を組織へと変えていく、そして選挙で勝っていく、これが私たちに必要なことだと思っています。緑の党にも仲間がいる、そして令和新選組に集まる人たちがこんなにたくさんいるわけです。一緒につながってこの日本の政治そして経済一緒に変えていきたいと思います。今日はありがとうございました。